ところで、貴様のこれは一体なんだ。見たらわかりますやろ。ホットドッグですやん。ふざけるな。課題は焼きそばパンであろう。例外は認めん。貴様、この新人戦を侮辱する気か。随分と人聞きの悪いことを。これはれっきとした焼きそばパン。なんだと。形がホットドッグなだけですわ。東一馬に影響されてか、この男までもが機械なパンを。こんなものがうまいとは思えん。しかし南東京支店のパンに油断は禁物。ほらねやん。焼きそばドーグ。一文字。あの犬は鉄火や。これは焼きそばをミンチにしてソーセージ仕立てにしたのだな。パンに挟む具材はホットドッグやハンバーガーのように味が濃い方が良いと相場は決まっているが、ソーセージ仕立て、いや極太一本焼きそばにしたことによって焼きそばの濃厚で繊細な味を凝縮するとは見事だぞ。勝者もう岡町京介。よっしゃ。チックとまたんが。わしのを食わんと勝者が決まるんは巻くこと納得いかんぜよ。ならば貴様もこれを食せ。俺のようになるぞ。控えの犬はあと7匹いる。安心して食ってみよう。それは恥ずかしい真似するならわし、くん負けでかわー。